2人で乗れるんちゃう？乗れる乗れる。今日何今日何する？僕たちが超10代。久しぶりだったりだけどオープニング。何するかが本当に分からんな。緊張する。それだ緊張するんやけど2人だけとか。おはようございます。おはようございます。今回。2人を呼んだのはちょっとある企画をやりたいなと思いまして、はい、ちょっと今日3人先輩たち来るじゃないですか。ボンも三熊千山が来るんですよ3人で。この3人よりまあぶっちゃけ2人後輩じゃないですか。後輩です。後輩ですよね。後輩です大先輩。年でいうと2個下なんですけど、たまにはその先輩たちに俺差し入れ買ってきた方が先輩たちも喜ぶんじゃないかなというふうに思うんですよ。はい、なので今回の企画は「初めてのおつかい in 東京」。ええおもろマジ？はい、ということで2人にはスマホを一切使わずに今から指定したお店で差し入れを買ってきてもらいたい。終わった厳しい。ただヒントはいくつか与えます。メモ帳とか私もます。あ、すごい。ありがとうございます。ちょっと今二人絡まっちゃってますけど。で、今回二人が買いに行くお店。はい。こちらのホワイトボードに書いてあるので。じゃん。双葉ろか公園店で先輩たちへの差し入れを買ってきて。どこ？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 何？下町じゃダメなんですよね。そうです。ろか公園店ってことと一旦メモするか。あ、そういうことか。一旦確かに。じゃあ任せた。はい。携帯がダメなんですよね。スマホ一切使えないです。人に聞くのはありですか。もちろんあり。すごいね。ヒントいくつか最初にお伝えします。最初のヒントは最寄り駅、そのスタバの最寄り駅がある線は京王線。南口から進むと最短ルート。3つ目、最短でここの一番近い駅が池袋駅なんですけれども、池袋駅から電車を使って44分かかります。徒歩も含めた44分。なるほど。往復ですか？いや、片道です。そうですね。マジか。最短で44分です。じゃあミスったらやばくない？今日先輩たちは何時入りなんですか？先輩たちの入りは13時半です。いいな。寝とるよ今頃。最後、スタッフに1回だけ方向を間違っているか聞くチャンスを与えます。1回？1人？違います。2人で1回です。厳しい。以上4つのヒント。やば。多いんだけど。えぐい。そのすぐさ、その電車とか使わず歩いていけるとか。今からですね。校内で探すのは、まあ、ちょっと邪魔になっちゃうかなと思いましたので、路線図買ってきたんで、ありがとうございます。路線図今から探すところから時間を計っていきたいなと。はい。おもろそう。こういうのいい。おもろそう。すげえ。よーい、スタート。今池袋どこ？でもこれ JR あった。早っ。で、ねえたちどこだっけ？京王線ってどれ？ろか公園店。ろか駅ってのがあるんだよ。あるのかなその。あった。結んどるやつ。そう。でもさ、何駅っちゃか。今ここじゃろ？うん。ここから乗れんの。ほんまや。新宿行かんとね。あ、そういうこと？新宿ね。新宿い。何駅で降りる？わかんないけど。何がしら公園。これ？ろか公園駅が上んじゃう？あるんかな。これは？同じ色。おった！えぐい。終わり。あった。これ楽勝じゃろ。これ新宿行って京王線乗ればいいだけじゃん。神や。鬼。これ楽勝じゃろ。あるんじゃないと思った。ろ過公園すげえ。これあった方、これ持ち歩いた方がいいね、普段から。じゃあ早速移動しましょうか。はいはい、出発します。いや、よかったよ、ここから帰れるじゃん。あ、よっしゃー、続く勝ち。余裕やんけ。勝ち。お茶買いました。喉乾いてないの？うん。見つけた見つけた、勝った勝った。ちょっと駅広すぎんか？でも余裕だね。うん、余裕。ここ来たことあるぞ。街並みや。ここ行きを乗ればいいんか全く見てなかった、そういえば。え、でも書いとると思うよ。どっから乗るの？でも明大前からあっとると思うけどね。でもさ、多分さ、あれどの色も行くんじゃない？すいません、ろ過公園に行きたくて。どこで電車に乗ったの？あ、ここで大体行けます。はい、ありがとうございます。聞いたけど、ここで合ってるって言われました。え、こっちはないん？右？こっちな気がする。どっちがいい？じゃあ右。なんか大丈夫？ファミリーマートみたいなの。あ、松田行けそうだよね、こっち。ね、こっちはなかったらごめん。いいよ、ダイエット。気がするよ。ダイエットできるしね。うん。でもさ、結構駅からもう離れてるよね。これ楽勝じゃろ。離れすぎたらさ、ろ過公園駅じゃないかもしれんくなるよな。左行ったらさ、北口の方が近くね。そうなん？わかんない。なんかこの辺よくね。いい、めっちゃ街が。東京じゃないみたい。え、これがさ、公園じゃないの？あ、でも確かに公園の近くにあったらさ、飲みやすいやん、みんなも。うん。もうすぐ行ったらありそうちゃう？ワンチャンあるね。わからぬ。え、でも西に行くぜ。もう少しいたら西に行ってしまうぜ。聞いちゃう？合ってますかって。若い方通るんや。スターバックスこの辺にありますかって聞いてみる。すみません。あの辺のスタバ探してて、この辺にスタバってあります。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。よっしゃ、小学校のとこをこう行くやってね。え、やばい、いい匂いする。なんで？何の匂い？え、スタバの匂いじゃね？そういうこと？スタバの匂いじゃね？え、ずっとする、ずっといい匂いする。え、やばい、いい匂いが止まらん。え、だってなんか、あれいい匂いする、止まらん。いい匂いが止まらんちゃけど。おかしいわ。なんかこの辺めっちゃいい建物で、ね、暖かくて、まあ住みたいな。スタバ見つけた。えぐい。え、最高。ついに見つけた。嬉しい。幸せやな。なんかこんな嬉しい気持ちになったことないわ。ね、でも見つけて。一直線できなかったね。ね、なんか結構遠かったね。ね、意外とね、徒歩15分ぐらい。ここにも公園ある。乗ってみて。俺回す。え。やばい、おもろい。うわね、乗ってみて。ね、これ2人で乗れるんちゃう？乗れる乗れる。やばいやばい、振り飛ばされそう。これ結構おもろくない？いつ降りればいいんかな。え、やばい、あとすぐやん。そうやぜ、街って感じのとこに来たね。うん、さっきまでずっと住宅街やったけど、急に都会みたいなね。え、草場あった。見つけた。いいって感じ。なんかよく飲んどるよね。抹茶飲んどるイメージあるんやけど。ルールルはなんかバニラ系好きそう。確かに。ゆうかちゃんはゆうかちゃん何やがいちこチャイティーラテあるの？チャイティーラテ好きなの？多分なんかさ、もう難しくない服装。まあ季節の変わり目やし。そうなんです皆さん。マジでもう寒いねえ。なんか長袖か半袖か分かんなくて、でもうちさ寒くないと寝れなくて。そうだからなんか最近さクーラー難しいじゃん。難しい。やっとクリア。差し入れ買いました。結構大変やったな。結構道のりは長かったね。帰ってよかったね。帰らんといけん今からね。そうなんやね。帰らんといけないね。難問だね。頑張って帰ります。どこで帰るんやっけ？埼京線。かっこいい名前やな。埼京線。渡します。おはようございます。差し入れです。どうぞ。どうぞ。一人一袋？違うよ。入れたの？どうなったの？何してたの？まず朝来て差し入れを買いに行こうっていうことで先輩方に。電車とかね乗って行ってきました。ガタガタ。いや携帯禁止だから、その辺の人に聞いたりとかして行った。すごいじゃん。何書いてるの？これはメモ。すごいいっぱい書いたの？じゃあ結構書いたでしょ？書いたよ。よく頑張った。ページしか書いてないんだ。おいホテルページでもよくたどり着いたね。これを好きなのでも分けて。ありがとう。やったー。嬉しい。すごい嬉しい。いただいてもいいですか？はい。飲んでください。片道40分ってやばいね。匂いが。顔にチョコ飛んでる。シナモン。シナモン。ありがとう。じゃあ頑張ります。よかった。なんで嬉しい二人が。よかった。ねえ、ペンなくした。メモしようとしたの。何時間？そんなかかったんですか？そうかかってます。余裕だったけどね。やっちゃって。いけたよね。